こんにちは、高澤まさし改めカバオくんでございます。今日はレタスを収穫して撤去した後に、耕して新しく玉ねぎを植えたいと思います。今日はサンエス石膏さんの方々も来てくださっております。で今回は、宮下くんとキャプテンの木田くんと中村くんが来てくれています。で金丸くん代表で一言よろしくお願いします。以上でございます。後輩いてますけども、いやもう人工芝の時なんで全然僕らと人工芝 3S からどうですか。バッチリです。それではやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もうズボッといっていいよ。はい、おえよしよし、それ行きましょう。もうズボッといっていいよ。お前それ俺の手袋じゃん。ちょっとお前しばくぞ。それ俺昨日買ってきたやつだ。それつけていいって言ったんですよ。別にええよ、他に分かる。別いや、キラソつけて、いいよ。はい、もうズボッといってください。はい、でそれもあれしてる。これ俺植えたで。な、植えたやんな、はい、最初な、はい、感動やろ。買いたやったんですよ。あ、そうなんや。まあいいや、なんと、はい、狭い世界なんですよ。やっぱ聞いたらそうです。よいしょ、ちょっと土払えよ、土、うん、これ全部抜いていいですか。もう全部抜こう。もうちょっともう限界や。ちょっとあんまうまくできへんかった。これサニーレタスで、これはあれや、普通のレタスやねんけど、ちょっと健康の関係で多分丸くならへんかった。でもこれも7ぐらいですね。はい、さっきレタスを収穫したので、そこに、新しくまた 3S カル Z を巻いて耕して、玉ねぎを植えていきたいと思います。ウゴの指導の皆さんお願いします。お願いします。3S カルってこんなぐらいの量でいいんですか。何やそんなやり方。じゃあもっとこうサクもっとサクサクサクっとクォーターのトラクターみたいにして。食べちゃおう。うまく混ぜなかった。どうしてどんどん。カザーメンしてんの。そうですね。ちょっとこっちに行ってみて。ああ、いい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、
そう、めっちゃ綺麗。久保田のトラクターよりもいい夢を作るかもしれない。ダメですね。はい、じゃあそっち。人事業で米作るらしい。九州から何がするらしい。ちょっと、そう。ゾミで。よいしょ。
一個で、で、もう指でこうズボッと開けて、で、これをもうここに植えて、で、もうこうかぶせるだけ。余ったらまた植えるから、でもそれだけちょっと苗の違いが違うから、これとちょっとここちゃんせんといて。多分大きさちょっとちゃうやん。できる時期がちょっとだけ。レイ。なんて斜めのとこも行こう。もう斜めのとこも行こう。え、全部植えてもいいんやな。大丈夫か。もし大丈夫か聞いたってな、川奥に。向かいました。大丈夫ですか。大丈夫です。一応今週末押せますか、スクラム。ちょっとどうにか頑張ります。よし。めっちゃ高架線の下、これ下の見えた。どっちからどっちですか。水道筋が通ってる。こっちがですよね。はい、それ私です。今日は人数が多くて賑やかです。非常に涼みが早いです。伸びるのが楽しみです。どうですか。畑仕事どうですか。楽しいです。泉さんに一言。それやばいっす。泉さんに一言お願いします。花園頑張ってください。花園出場する弟に一言お願いします。まあ僕、俺の代のベストエイト。はい、ありがとうございました。キャプテンどうですか、一言。まあしんどいっすね、畑は。やっぱり畑仕事、これからは高澤に任せたいと思います。僕に任せないでください。ありがとうございます。どうですか。やっぱみんなでやると楽しいですね。来週からみんな来てほしいです。小堀君、今日は結構人多いですけど、どうですか。やっぱ人多いと楽しいですね。サバー君、はい、いやちょっと今日はあんま腰痛くてできてないですけど、人いてくれて嬉しいです。公認の今の3回生の人、誰か公認待ってます。推薦。推薦はとりあえず今食事リーダーの藤野とマセ。高校の後輩のマセ君ですね。はい、次の農作業の時に来ることを期待しています。よろしくお願いします。お疲れ様です。カバオです。今日はレタスを収穫して、撤去した後に、玉ねぎを植え終わりました。で、本日はサンエス石膏さんにご協力いただき、サンエス石膏は何を名前商品名とごっちゃしてんの。すいません。サンエス石膏さんのご協力のもと、上終わりました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。と、ウゴーの衆と、ウゴーの衆もありがとうございました。で、この後は、収穫したレタスを山分けしたいと思います。本日は以上です。これからも応援よろしくお願いします。チーズサラダ、いいね。花丸持ってけ。今日はサムギョプサル、いいのやったけど倍。見せてください。中身はスーパーのレタスと一緒です。もう、サワ袋とか持って帰る。いただきます。硬いかなと思って。どうですか。ベビーラッシュ、ベリーウマーバーです。甘っか、甘っか、バルマ。
本日はあの玉ねぎの植え付けあのご参加させてもらいました。非常にいい勉強になりました。これからもちょっとあの正規調査ということでまた何回かお伺いしたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。